皆さん、どうも、こんにちは。リアルアメリカンヴィンテージスタイルザ・グルービハイのリゲです。いやー、ちょうど今、設定をね、このお店でちょうど今かけてまして、ちょっと企業秘密なんだけど、このグルービンのこう洋服を着た方は、幸せになれるような、設定を、ちょうど今、お店でやってたとこだったんですよ。いやー、まさかね、YouTube が始まるなんて、思ってなかったので、ちょっとお見苦しい、ところをお見せしましたけども、今日もグルービンカフェ、よろしくお願いします。今日はね、立て続けに、ちょっと紹介ができなかった、今日僕が今着ている、このショップコート、それから、タウンクラフトベースのね、ついこの間できた、ウールのバージョンの方かな、これではワークシャツの方のシャツを着てみたんだけど、それから今日はね、今僕が履いているこのトラウザー、このパンツのお話をね、していきたいというふうに、思ってます。でまた後半はまたね、いろいろと質問コーナーが来ちゃってるから、グルービンに、そこでお話をしていきたいというふうに思ってますので、まあ、お時間のある方はまた最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。それでは、これ今季ちょうど出来上がった今年のショップコート、かっこいいね。素材はね、ウールと何だったかな、コットンがちょっと混ざってるヘリンボーンの、コートです。で色はこのグレー、今僕が着ているこのグレーと、それから、このブラウン、両方ともかっこいい。でショップコート、グルービンは2回目になるのかな。で前回作った時は確か50年代がベースになってたんだけど、今回の作ったこのトラウザー、あ、トラウザーじゃねえ、ショップコート、これはね40年代がベースになってるんだよね。だからシルエットが前回よりもちょっとやっぱりこうガウンみたいな感じのスタイルになってる。ちょっと50年代の形とはやっぱりちょっと違うんだなっていう風な感じなんですよ。で作り込みもね、ほとんどもうヴィンテージと同じように作ってあって、制作ができてるので、ここにポケットにもこのペンが刺せるようになってるポケットになってたり、そうだね、パチポケかな。それから、ちゃんとこのなんかちょっと変わった、ここでポチッとこう止められるようになってるんだけど、これも鉄のね、抜き打ちのバックルを使って、作ってます。で後ろも少しこうここにね、センターにこう縫い込みが入って、出来上がった一枚もののショップコートで、僕は結構ショップコート好きで、この丈の長さがね、膝よりも下、そうだね、15センチか、そのぐらい長いのかな。ハーフコートってよりも、もう本当にショップコートなんで、ちょっとロングな感じなんだけど、やっぱかっこいい。で、結構軽いし、暖かい。だからこれから出来上がる、例えばファラオの、コートに、これ重ね着で着ると僕かっこいいと思ってたり、それからシングルコートの例えば革ジャンとかを着てバイクに乗って、それの上からこのショップコートを着るとかで、このところお腹のところをこう縛って、着たりとかすると、なんかすごく雰囲気がヴィンテージっぽく増して楽しめるんじゃないかなっていうので、今回はこの40年代のショップコートを再現するという形で出来上がりました。シルエットかっこいいです、本当に。こんな感じのこうヴィンテージっぽい感じのね。だからなんかそうで、僕はこれでバイク乗るのがかっこいいなと思ってて、やっぱねバイクとコートってかっこいいんだよね。巻き込まないように気をつけなきゃいけないけど、かっこいいなと思う。革ジャン着てコート着てバイクとか乗るとなんかね、手袋してなんかかっこいいなと思ったりするんだけど、特にこのそうね、スカーフとか巻いて着るのも楽しいなっていうふうに思うんだけど、このコートはねなんかアビエーターみたいな感じ、
そうだね、飛行機乗りみたいな感じかな。まあそんな雰囲気でちょっと出来上がって、やっぱりこれも上の方からグッとこうやって縛るとこう形がガーンと落ちるような感じの、シルエットがとても気に入ってて、僕はやっぱりこのシャツが M サイズなので上着も M サイズを着てます。165センチの67、8キロで M サイズっていう感じで楽しんでるんだけど、本当にこれでパンツとか今僕今日新作のパンツ履いてるんですよ。これ同じトム生地なんだけどね、新作の生地も、パンツとか履くとやっぱりすごく大人っぽいし、まあこのショップコートにトラウザーのパンツに、エンジニアブーツとかだとちょっとなんか大人っぽいなっていう風な感じがして、かなりおすすめですね。でそうだね、あと数枚各サイズ1枚ぐらいかな、あるのでこれは結構ね活躍するので、お試しいただきたいなというふうに、思います。もうちゃんとね幸せ設定もこれついてるからね、このコート着ると幸せになるよっていうふうな、感じに設定作ってるので、ぜひ、お試しいただきたいなというふうに思います。じゃあね、引き続きねちょっとこのまま今日の新作の案内をしていこうというふうに思ってるんだけど、このコートを脱ぐとね、この間僕が着てたのはウールのベージュのワークシャツかな、コットンが何パーだ、コットンが 71% で、ウールが20何パーセントかな入ってるタイプで、今回今日着てるのはタウンクラフトベースなんですよ、これで同じ生地で、今回今やっぱ着てるのもベージュで、なんかねこの辺の普通にシャツがちょっと大人っぽくて、大人っぽいというか地味なんだけど、全然こういう感じのまあ今日できたこの新作のスラックスとかね合わせてもらって着れるんじゃないかなと思うんだけど、ワークシャツもおかげさまで、まあ、あれからちょっといくつか売れたりとかしてて、だけどタウンクラフトもねおすすめだから、ぜひお試しいただきたいというふうに、思います。こんな感じシルエットはで、やっぱり生地がね糸から選んでいったので、すごくいい生地を使って、る感じですね。で本当に40年代とか50年代でこういうシャツがあったよねっていう感じの雰囲気で作られているので、別にそんな今風な現代の風には作ってもいないし、アメリカのそのデザインされたそのままのかっこいいところを、表現して、この後ろのキャザーもかっこいいでしょ、そんな感じでこう作り込んでったシャツなので、そうだね、ちょっと大人チックな感じかな。地味とはいえやっぱこういうシャツが活躍するんだろうなというふうに僕は思ってます、普段当たり障りなくねっていうことなんですよ。で、そのままついでに話しちゃうんだけど、昨日かちょうど出来上がったこのトラウザー、かっこいい、ほんとちょっとシルエットをね今ちょっと見てもらうんで、ちょっと今ちょっと画像を変えますね。ちょっと全体のシルエットが分かるか分かんないけど、こんな感じなんですよ。本当に今年の冬はこのトラウザーを皆さんに履いてもらいたいっていうので、ブラウンとそれからグレー、これが40年代のタイプで、もう一つは30年代のタイプのグレーとブラックっていうのがあるんだけど、それもかっこいい、両方ともねそろそろ発売というか発送になるんだけど、この太さがやっぱりねちょっと大人っぽいかっこいいなっていうふうに、思ってて、もうシャツに細いベルトにトラウザーで、エンジニアブーツっていうのはね、もう僕の中ではすごく大好きな、スタイルなんだけど、ジェームス・インがやっぱりこのスラックス履いてブーツ履いてるんでね、だからかっこいいなっていうふうに、思います。でさっきのこのショップコートこれをまた着るとなんかね本当に昔のおじさんみたいな感じ、これグレーね、まあ、こんな感じですよ。だからそんなに
なんて言うんだろう、ロカビリーとかどことかって話じゃなくて、本当にヴィンテージの昔の人みたいな感じのスタイルがちょっとこうクラシカルで、ただ全然2020年の今でも全然おかしくないだろうし、すごくかっこいいんじゃないかなっていうふうに、思ってるんですよ。なのでそうだね、結構このショップコートは僕も大好きなので、太めのパンツにこのショップコートで、キャスケットでもいいしハットでもいいし、というのでこう楽しんでもらえると、なんかちょっと今までのこうスタイルとはちょっと違うところをこう表現できるんじゃないかなっていう世界観的なものでね。だからファイブポケットのジーパンとかデンジニアっていうのはいいんだけど、やっぱりなんかこうスラックスとかね、その辺は僕大好きなので、そんな感じでこう提案できるアイテムなんじゃないかなというふうに、思ってます。でブラウンもね、同色のパンツ同じ生地なんだけど、多分かっこいいですよ、すごく。これは同じ生地で、パンツもコートも同じなんですよ。今回のコートとスラックスに関しては同じヘリムを使ってるんだけど、それ同色でこう使っていくのもかっこいいなというふうに、思います。もう本当になんか一つのね、なんて言うんだろう、ユニフォームみたいな感じになってるけど、でポケットもここからこう手入れられて、こう手を突っ込んで、このスタイルがかっこいいんだよね、このコートって。このなんていうの、手を突っ込んでるこの位置感みたいなところと、それからこのスラックスとでいくと、あ、なんかこう2020年のバディリーみたいな感じでかっこいいなというふうに、思います。もうこれで街中でね、こんなことやっちゃってると、もうヒップホップダンサーたくさん来るからね、どうやって踊るんですか、教えてくださいみたいな。だからこうやって普通に歩いてて街でできないくらい、もう こんな話になっちゃうと、もうこれはね、あ、彼は踊れるなっていうふうになんかこう勘違いされる可能性もあるとこうやった時のこの辺のなんか40s、この曲がったこの曲がったあたり、そんな感じなんです。なのでぜひ、ショップコート、それから今日できたこのトラウザーのパンツは本当におすすめ、かっこいいのでぜひ、お試しいただきたいというふうに、思います。例えばこういうコートにさらっとこういうなんていうんだろう、スカーフとか巻くと、なんかちょっと雰囲気が全然また変わるというか、ちょっとおしゃれになるんじゃないかなっていうふうに思います。でこういうスカーフって結構派手なんだけど、チラッと見えてるだけでやっぱかっこよかったり、例えばジョニー・ブレスレットとかも腕クッてやった時にチラッとこう見えたり、指輪とかもそうですよね。そんな感じでこう小物がチラチラってなってるとまたなんかこう面白いんじゃないかなっていうふうに思ってるので、なんかいろいろなこう組み合わせでシンプルにそのコート着るのもかっこいいし、アビエーターっぽく着るのもかっこいいし、楽しみ方が結構いろいろあるから、本当にこのショップコートとか、そうだね、とにかくトラウザーはね、本当に1人1本、2本いや3本4本かな、今季4本出るから、グレー、ブラウン、もう一つサーティーズのグレー、サーティーズの、ブラック、もうこれ4つ持ってるとね、もう間違いなく、幸せになるから、皆さん買ってください本当におすすめするし、多分今年の秋は楽しくなるんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日はね、このあ、そうね、このメガネもかっこいいね。これは案内したのかな、これアーネルっていうスタイルで作っていった、今期出来上がったセルロイドの、44-22-44、それと46-22-46っていうのもあるのかな、2サイズあるんだけど、まあこういったメガネもね、ちらっとこうつけたりして楽しむと、より
今年の秋が楽しくなるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひ、小物も含めてショップコート、それからメガネ、そうだね、指輪もブレスも売り切れちゃったのかな、あとトラウザ、エンジニアブーツはもう本当少なくなっちゃったけど、そんな感じでこうオールアイテムでこう楽しめると、こう雰囲気がとてもこうクラシカルな感じのスタイルになるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひおすすめしたいということをお伝えしたくて、今日は、YouTube のご案内という形となります。じゃあ後半はね、ちょっとまたいろいろな質問コーナー来てるから、教えてグルービン行きたいと思います。それでは教えてグルービンということで、今日もね、全国からいろいろな、質問がね、来てるので、またしっかりとこうグルービン、お答えしていきたいなというふうに、思います。さて今日はね、長野県の、お客さん、これ小布施市かな、長野の、栗横は万次郎さんという方から、お便りをいただいてます。長野県というとね、やっぱりこう栗おこわ美味しいからね、まあ栗おこわを作っている方なのかな、栗おこわ万次郎さん、から、お便りいただいてます。いつもグルービンの洋服を楽しく着ています。ありがとうございます。万次郎さんね、僕は、会社で勤めているときに意地悪をする嫌な奴がいますと。どうしたらいいですかっていう、質問かな。まあそうだね。結構ね、最近、グルービンのこの質問コーナーは、世の中をどうやって生きていこうかなっていう、こう、精神的な質問が多いね。洋服の質問っていうんじゃなくて、こう、精神的な質問が多い。まあそうね、長くこう人としてこう生きていくにあたって、まあ嫌なやつっていうのは多分たくさんいると思うんですよ、世の中に。なんかこの人ちょっと苦手だなとか、なんかこの人ちょっとこう煙たいなっていう人とかって多分いると思う。でそういう時はね、そうだね、やっぱこのショップコートかな、これを着るとね、こう嫌な奴がこう攻撃してた時に跳ね返るようになってんだよ、これ。こっちからこう、こう嫌な、この意地悪なことをなんかこう やってきた時に、この数十倍になって、こう、だからこの 40s のね、やっぱこのショップコート、もう嫌だな、人生疲れたなと思ったら、もうこれガードすることもできるから、この世の中においてのね、その嫌なやつとか。で、しかもガードされて、跳ね返っていくようにできてるんで、まあ、ある意味、二度お得っていう、感じです。次の、質問。あれ？これまたね、また長野からの、長野県、昨日ちょうど長野県行ってきたからね、僕は。長野県の蕎麦八兵衛さんという方から、もう長野はね、蕎麦がやっぱり美味しいからね。さてさて、いつもグルビンカフェを楽しく見てますと。グルービンの製品が、遅れたり連絡が来なかったりしてて、スケジュール的なことはどうなってるんですか、やる気があるんですかっていう質問がね、ちょっと今、来てます。まあね、いろいろ、いらっしゃいませ。はい、ショップコート、コート、コ
いつもありがとうございます。はい、最後までご視聴のほどありがとうございました。なんかまたねちょっと慌ただしい、YouTube で申し訳ないなというふうに思うんですけど、そうね、今秋冬今年すごくたくさん出したので、今たくさんちょうど出来上がってきているところで、ちょっとたじたじなご案内になってきちゃってるところはあったりするんだけど、ぜひね、どの商品もみんなグルビン本当かっこいいなっていうふうに、自信持って、提案できる製品になってると思うので、ぜひ、このショップコートの世界観も楽しんでもらいたいと思うし、前々からお話ししているこのさっきご紹介させていただいた、スラックストラウザーは本当に、1本履いて、いろいろなグルービンの上のこのショートスタイルなアウターとか、そうだね、ボックスシャツとか、ブーツとかに合わせて履いていただきたいなというふうに、思ってます。なんかすごく世界観がすごく変わると思うので、すごくおすすめできるパンツになってるんじゃないかなというふうに思いますので、アイテムもね、スカーフとか、それからそうだね、このメガネとかもそうだし、なんかそのちょっとこうアクセサリーとしてあるのも面白いなというふうに思ってるし、そのベースとなるそのタウンクラフトの無地のシャツとかも面白いんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ、ホームページでちょうど発売しているのでお試しいただきたいなというふうに思います。それからいよいよ明日かな、もうかなりショートな、スーベニアジャケット、それから11月の中旬ぐらいかな、やっとそうだね、ファラオコート、まあ、11月中旬からちょっと下旬にかけるような気がするんですけど、2色のファラオコートが完成する予定で今進めてます。それから中のインナー、コットンのインナーだとか、それから今季のウールも、大体11月中には全部収められるように今動いてます。でそれが終わってから来年の春夏用に向けて、もうウエスタンのセットアップ、それから、サンダーバードのギャバがいよいよ出来上がってくる感じの工程で今進んでいるので、まあ、徐々に徐々に、いろいろな製品完成したらその都度ご案内させていただく予定となっているので、今後ともグルービンをどうぞよろしくお願いいたします。今週末ちょうど神奈川県のアディクションストアさんで2023年の、春夏コレクションを開催しているので、週末ぜひお時間があったら、来年のプリントシャツ、あ、こういうのが出るんだなっていうのでいろいろと試着していただきたいなというふうに、思っております。一応そんな感じかな。あとは12月の、3日ね、あ、12月の3日、足利屋根裏、庄司さんお疲れ様ということで、メモリアルイベントをやるので、ぜひ、初めての方も遊びに来ていただきたいなというふうに、思ってますけど、今後ともグルービンどうぞよろしくお願いしまして、今日はお別れしたいと思います。